皆さんこんにちは、みなりんです。今日はこちらです。じゃじゃん、ブライス人形ちゃんたちのお洋服を作ってあげました。しかも何を使って作ったと思いますか？あ、タイトルとサムネに書いてある。そうなんです、ペットボトルを使ってこちらのお洋服を作ってあげました。あとはね、100均の材料だけで作ったので、めちゃくちゃ簡単に安く作れちゃいます。ピオニーちゃんはね、ちょっとだけ、ほんのちょっとですけど、美女と野獣のベルを意識してみました。はい、では早速作っていきましょうと言いたいんですけども、ちょっとお知らせがあります。皆さんは UFES ミュージアムってご存知ですか？いろんなクリエイターさんと会えたりお話ができるイベントなんですけど、私もそれに参加することになりました。8月の17日の14時からです。皆さんとお会いできるチャンスをいただいたので、お会いできるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、それでは早速始めていきましょう。はい、ではまずはペットボトルを用意します。いろんな形のペットボトルがあるんですけど、この形が一番使いやすいかなと思っています。ではまずはアリスちゃんの服から作っていきましょう。ここら辺かな、ちょっと長めにここら辺ぐらいまで切りたいと思います。カッターで穴を開けてから切っていきたいと思います。上の方もそして切ります。硬い、よいしょ。カッターを使う場合は気をつけてくださいね。ラベルを取っちゃいます。これ一旦お水で洗ったんですけど、乾いてないのでさっと拭いちゃいます。あ、入る入る、こんな感じですね。ちょっとね、腰が大きいですね。縦に切り込みを入れていきたいと思います。こんな感じですね。ちょっとこう広げていきたいんですよね。でも形がもう固まっちゃっているので、アイロンを使って伸ばしていこうかなと思います。できるかな。クッキングシートで挟んであげて、予想外になったぞ。ではさっきと同じように縦に切り込み入れていきます。さっきよりもうちょっと細かく切りました。あとね、今回は単純に、よいしょ、反対側に折っていきたいと思います。そうするとこうやってふわっとなります。全部折っていきましょう。はい、こんな感じで最初はストーンってなってたのをちょっとふわっとさせてみました。では履かせてあげて、一旦お洋服を脱がしちゃいましょう。ちょっとマスキングテープで隠してあげましょう。では履かせてあげて、こんな感じですね。だいぶ長いので先を切っちゃいましょう。これぐらいかな、まだちょっと長いぐらいですかね。もうちょい、はい、これぐらいでぴったしですね。そしたらじゃじゃん、レースをいっぱい買ってきました。これをぐるぐるってつけてあげたいと思います。はい、では早速グルーガンを使って糊付けていきたいと思います。で、ここで注意するのが、グルーガン超熱いので、付けすぎてしまうとさっきみたいに溶けて変な形になっちゃうと思うので、そこは気をつけながらやっていきたいと思います。これ全部100均で買ったんですけど、足りるかな。下からやった方がいいのかな。下からこうやってグルーって糊付けしていきたいと思います。よいしょ、一周しなくちゃいけないんだよね。はい、こんな感じで一周しました。一周をしたら今度はちょっと上目にね、こうやって重ねて乗り付けていきたいと思います。で、これもまた一周していきます。これで一周終わりかな。さらにさらにまた重ねて、何重にもこうやって上までいきたいと思います。意外と足りそうなので、もうちょいね、間隔を詰めて重ねていきたいと思います。そうすると透けずにちゃんとしたドレスになると思います。中身が見えちゃうと思うので気をつけなきゃですね。はい、ではね、2つ目いきたいと思います。ちょっと種類が違う、同じレース買ったつもりだったのに。まあ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 、それもまた可愛いアクセントになると思います。もうそろそろ終わりですね。これで最後ですかね。これまたちょっと違うレースだ。すごい、同じだと思って買ったのに。さすが100均、なるべくね、間隔詰めてやらないとパンツが見えちゃうので、何重にもしてあげたいと思います。
最後にこうやったら可愛いかな。あ、可愛いかも。最後はこうやって巻きつけてあげて、ここで切りたいと思います。スカートの方完成です。早速履かせてみましょう。あー、うんうん、いい感じいい感じ。あとはトップの方を作ってあげたいと思います。トップはね、こうやってサランラップを巻きつけてあげたいと思います。髪の毛はどかしてのりでくっつけちゃいます。あとは上も同じですね。さっきの切れ端これしか残ってなかった。もう一つ開けちゃいましょう。サランラップのところだけに塗りつけていきたいと思います。体にはね、あ、髪の毛、体には絶対当たらないように気をつけないと。ちょっとずつ下に行って巻きつけていきます。これはこれで可愛いトップスですね。あともう一巻きぐらいかな。ここで一旦切っちゃいます。もうこれでほぼほぼ完成ですね。ほら、かわいい。もうお姫様みたい。なんか部屋の中を漁ってみたら、あったものを使ってデコっていきたいと思います。どうやってデコろう。まずはここだよね。リボンの真ん中にパール、ドレスにも全体的につけていこうかな。それぞれにパールをつけます。はい、こんな感じで完成です。髪の毛がね、こんな感じでヘッドドレスを作ってあげたいと思います。まあ、すごく簡単で、後ろで乗り付けちゃおうと思います。こんな感じ。はい、アリスちゃんの服完成です。じゃあ次はね、ピオニーちゃんの服を作ってあげましょう。まずはちょっとカツラを取ってあげて、また風船を使ってパンツを作ってあげましょう。はい、ちょっと失敗しちゃってね、白色の風船を使って作り直しました。はい、ではさっきと同じようにスカートを作ってあげたいと思います。まずは上の方、ピオニーちゃんの方がちょっと大きいのでね、後ろにスリットを開けたいと思います。そうすればほら入ります。ピッタシピッタシ。ピオニーちゃんのためにはね、こうやってたくさんお花を買ってあげました。花びらで服を作ってあげようかなと思っています。黄色にしたのもちょっとベルを意識してみました。ではこれをよいしょ解体してあげます。そして花びらを1枚ずつ切っていきます。ではさっきと同じように下からつけていきます。糊を軽くつけて、作り方はすごく簡単ですね。本当は均等にするために同じ大きさの花びらを使う方がいいのかもしれないんですけど、もったいないので全パーツ使っていきたいと思います。ちっちゃい花びらと大きい花びら交互につけていくといいかもしれないですね。こうやって簡単に取れるので、これもね、仕上がるのに時間がかかりそう。好きな音楽とか聴きながらやってもいいかもしれないですね。プロデュース48を見ながら全部つけてみました。では下ができたので上の方を作ってあげたいと思います。上の方はアリスちゃんと同じやつを作ってあげたいと思います。綺麗に巻きつけて糊で留めちゃいます。フリルをつけてあげたいと思います。今回はね、下からこうやってつけていきます。最後にこういったちっちゃいバラを使って飾ってあげたいと思います。どう飾ってあげたら可愛いだろう。後ろを切っちゃって、真ん中にちっちゃいのを3つに、ところどころにポンポンってつけてあげたいと思います。なんかどれもピンとこないな。いらないかな。これでいいかもしれない。はい、ピオニーちゃんの服はこちらで完成です。最後にね、こちらのカツラをつけてあげたいと思います。はい、こんな感じでできました。髪の毛もね、ちょっとだけベルをイメージしました。いかがでしょうか。こ
っちのレースの方が可愛くできたと思います。まあまあまあ、この方法を使えばいろいろなドレスが作れるので、ぜひぜひお家のブライスちゃんにも作ってあげてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter と Instagram もやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。